はい、こんばんは、オオカミです。絶好調かまいたちの夜第ほにゃらら回、今日も元気に行ってみたいと思います。それでは本編レッツゴー。世の中にそんな恨みを買うような人がいるのだろうか。じゃあその恨まれてる人以外は関係ないんでしょうか。けいこちゃんがすがるような目つきで三木本さんに尋ねる。どうだろうね、僕は頭を殴られたわけだから。だけど不思議と殺意は感じなかったな。もちろん他の人間が来たからとどめを刺せなかっただけかもしれないけど、無関係な人間を殺すつもりはないのかもしれないよ。お、怖っ。ちょっとびっくりした。ふざけたこと言うな。緑は、彼女は一体どうなるんだ。犯人はすでに無関係の人間を殺してるんだ。訴訟さんが怒りをあらわにして言った。無関係かどうかどうしてわかるんだい。三木本さんが静かに聞き返すと、訴訟さんは顔を真っ赤にしてさらに大声でわめいた。どういう意味だ。彼女は、緑は。声が詰まる。申し訳ない。別に彼女を悪く言うつもりじゃなかったんだ。ただいろいろな考えを合わせると、犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。あいつに、緑に殺されなきゃいけないどんな理由があったっていうんだ。三木本さんが話す間に敏夫さんの怒りは悲しみへと変わったようだった。一度は枯れた涙がまた溢れていた。ああ、なるほど。人間のね、悲しみっていうのは、まあ最初、需要とか、なんかそういうところから始まって拒否して、最後になんか受け入れるみたいな、なんか段階があるみたいなの、なんかで、テレビかなんかで見たことあるけど、まあまた最初で動転してる状態だよね。同情を誘ったのか、それとも恐怖か、女の子たちや春子さんまでもが涙を浮かべた。敏夫さんは、彼女を愛してたんだろうか。二人をよく知らない僕にはわからないことだった。そう、これらは全て演技かもしれないのだ。みどりさんを殺しておいて、それを疑われないために愛していたふりをして見せているのかもしれない。僕はそんなことを考えた自分自身に心底嫌気がさした。どうしてこんな風にみんなを疑わなくてはならないのか。愛した人を失って悲しんでいる人に同情することすら素直にできない。でも全ては犯人の正体がわからないせいだ。僕たちの知らない誰かなのか、それとも僕たちの中にいるのか、それだけでもはっきりしないことには身動きが取れない。そういえばさっきの三木本さんの言葉に気にかかる部分があった。犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。どうしても殺さざるを得なかったから緑さんを殺した。全く関係ないけど、この読む時の殺さざるを連発するのちょっときついな。噛みそう。さっきも一度は考えたことだったはずだ。緑さんはなぜ殺されたのか、何かを見たのか、たまたま犯人と出会ってしまったからか。僕は真っ先にしなければいけなかったことに思い当たった。田中さんの部屋をくまなく調べることだ。そうだね。詳しく調べてないよね。省略されてるのかと思った。調べようよ、それは。みどりさんはあの部屋に行くといい。そして殺された。手がかりはあの部屋の中にあるはずだ。できれば一人でじっくり調べてみたい。しかし誰も一人にしてはいけないなどとみんなに言ってて、前今さらそうもいかないだろう。もちろん一人になるのが危険だということも分かっているが、犯人かもしれない人間を連れて入るのはもっと危険だ。では誰と、選択肢かな。違った。ああ、愛しのマリちゃんね。答えはすぐに思いついた。マリだ。マリとなら安心して調べることができる。やがてそのマリが京子さんと一緒にたくさんのカップを乗せたお盆を運んできた。
お待ちどさま。マリは精一杯明るい声を出している。ついさっきは同じことをみのりさんがしていたと思うと不思議な感じだった。ほんの数時間前までピンピンしていた人が今は冷たくなっている。熱々のココアが全員に配られる。女の子たちは他の人が口をつけるのを見届けてから飲み始めた。もう疑ってるね。疑心暗鬼だね。そう、まあ気をつけすぎて今日足りないってことはないよね。温かくて甘いココアはひどく心を落ち着かせる作用があるようだ。心の疲れも体の疲れも何もかも溶けて流れていくようだった。そうして一息つき、みんな多少落ち着いたらしいのを見届けると僕はマリに言った。今からちょっと僕についてきてくれないか。どこへ？田中さんの部屋を調べようと思うんだ。全員がはっとこちらを向いた。何のために調べるんだね。小林さんが尋ねる。みどりさんは殺される前あの部屋に行こうとしてた。そうでしたね。うん、そうだが、それが一体。彼女は多分何か事件の真相について調べようとしたのに違いありません。そしてあまりに真相に近づきすぎたために殺された。だったら僕たちがするべきことはあの部屋を徹底的に調べることだと思うんです。それを君が？敏夫さんが目を細めて口を挟んだ。ええ、君が犯人で証拠を隠滅しないという保証がどこにある？それはないだろう。でも一人で入るつもりはありません。マリと一緒ですから。だから彼女が君と共犯じゃないという保証もないわけだ。いやいやいや、めんどくさい子だなちょっと。じゃあ3人で行きましょう。それなら文句はないでしょ。もう一人敏夫さんが選んでください。俺じゃダメなのか。敏夫さんは眉を吊り上げる。彼がもし犯人だとしたら証拠を隠滅されてしまうかもしれない。その危険性を考えると誰か別の人を選んだ方がいいんじゃないだろうか。しかしここであからさまに断るのも角が立つ。それに彼の同行を断ってもどうせマリと二人だけでは行かせてくれまい。別の人と言ったとしてもその人が犯人である可能性もあるのだ。そうすれば証拠を隠滅されてしまう恐れがあるのは同じことだ。いろんな思いが。何これ、読めません。錯綜？殺綜？わかんないわ。しつつ僕は言った。どうしよう。そうね、名乗りを上げるのはちょっと嫌だから。でもこれ誰選ぶんだろうな。下手な人選ばれてもめんどくさいんだよな。まあでも他の人にしてみよう。すいませんけど他の人にしてください。僕がそう言うと敏夫さんはふんと鼻を鳴らした。信用できないってわけが。まあいいだろう。じゃあ三木本さん、あなたついていってもらえますか。あなたなら信用できそうだ。ちょっと上から見せるの本当にめんどくさい人かもしれない。でも三木本さんは怪我をしてるじゃないですか。マリが反論するのを三木本さんは手で遮った。いいんですよ、2階へ行くくらいのことはできるでしょう。あそこから降りてきたんだし。そう言ってカラは力ない笑みを浮かべた。警察の捜査の支障になるようなことはするんじゃないぞ。小林さんが串を刺す釘ね。もちろんなるべくならそうしたいが、何を探すべきなのかもわからない以上確約はできない。とりあえずうなずいておいて僕たちは3人は2階へと上がる。田中さんの部屋に前に立つと足元がひんやりする。あ、外の冷気が入ってくるからね。なんか霊的なものかと思った。ドアの下から冷気が染み出してきているのだ。一体何を調べるつもりなんだい。三木本さんが質問してくる。僕は答えられると黙ってドアを開けた。キーってかガチャだ。部屋の中を無数のてっぺんがランプしている。まるで冷蔵庫のようだ。
ガラスのなくなった窓から吹き込む雪で、今や窓側のベッドの半分以上が覆い隠されていた。寒い、こんな格好じゃ5分といられないわ。マリが震えながら叫ぶ。僕は思い切って足を踏み入れると、まずはバスルームのドアを開けた。中を覗こうとすると、後ろから人が倒れるような物音が聞こえた。振り向くと、マリと三木本さんが入ってきていない。大事件でしょ。マリ、どうかしたか？返事がない。こんな狭いとこで。嫌な予感がした。もし三木本さんが犯人だったとしたら、隙を見てマリを。いや、そんなはずはない。たとえ彼が犯人だとしても、マリに危害を加える必要はないはずだ。三木本さん？廊下を見ようと、ドアから首を出した途端、強い衝撃が頭蓋骨から腰まで突き抜けた。目の前でストロボを焚かれたみたいに頭の中で真っ白な光が炸裂する。あれ？これ、選択肢間違って死んじゃった？やっちゃった。マリ。床に倒れていた。視界がぐるぐると回り、立ち上がることができない。やけに温かい汗がこめかみを流れ、ポタポタと床に落ちる。汗じゃないね。これ血ね、大阪の、おじさんじゃないんだから。汗ではなかった。それは僕の血だった。後頭部が熱くうずいて、何か別の生き物がそこでうごめいてるようだ。目の前に足がある。僕は意志の力を振り絞って頭を上げようとした。天井の明かりを線にしているのと、僕の目が霞んでいるせいで、その真っ暗な人影が誰なのかわからない。目が霞む。その人影がゆっくりと何かを振り上げるのが最後にちらりと見えた。僕を殺すつもりなのだ。やだ。僕は死にたくない。やめてくれと言いたかったが、声にならなかった。ギャー！人影が何かを振り下ろし、風を切る音が僕の耳に。終わった。臭いよこれ。終わり。はい。エンディング。ナンバー5。穴いくつかあるんだね。廊下で人影。はい。じゃあちょっと選択肢に戻って違うルートで行きますか。多分三木本さん、他の人と一緒に行こうとしたのが多分ダメだったと思う。そこまで戻る。はい、戻ってきました。多少さん、あなた悪い人じゃなかった。すまん、行こう。今のでもエンディング見ると三木本さん相当怪しいよね。そっか、三木本さんが名探偵の感じでいくと推理する。外から田中さんを殺し、さも遅れてきたかのように入ってきた。違うかな。それとも複数犯かな。まあいいや。いえ、構いません。図書さん行きましょう。彼への疑いを全く捨てたわけではないが、やはり緑さんを失った時のあの悲しそうな表情に嘘はなかったのではないか。そう思えたのだ。僕たち3人が行くことに対して、他の人からは特に異論は出なかった。行きましょうか。僕たちはココアを飲み終えると立ち上がった。警察の捜査に一緒になるようなことはするんじゃないぞ。デジャブ。小林さんが釘を刺す。もちろんなるべくならそうしたい。が、何を探りかすべきか。省略。読んだから省略でいいよね。まあ大丈夫だよね。ここやられると、どこから戻るか、ちょっとわかんない。あ、ちょっと話変わってるね。寒い。こっからか。大丈夫かな？ドキドキするな。避難するように僕たちはバスルームへ入る。3人は入れないので、ドアは開けたままだ。少し広めの場所、ユニットバス。あ、大丈夫だ。一見しておかしなところはない。僕は、お、石鹸を使ったか、バスタブを使ったことがあるか、バスタオルが湿っているか。石鹸なんて調べて何がわかる？あー、血とか洗った。いや、そんなジャージャーやらないと思うんだよね。バスタオル。バスタオルは乾いていて使った様子はなかった。洗面台の下、洋式便器の中を覗くが、もちろん何もない。
天井を見上げると四角い切れ目があった。天井裏があるのだ。マリー、肩車するからそこの中覗いてくれないか。いいけど大丈夫だろ、私結構重いわよ。そこ70キロ。失礼ね、そんなにあるわけないでしょ。なら大丈夫だって、一応男なんだぜ。僕がしゃがむとマリが肩にまたがる。スカートじゃないのが残念だが、マリの太ももがジーンズ越しに感じられる。エッチなこと考えてないでしょうね。考えてない考えてない。そう言いながら立ち上がる。やっぱり重いんじゃん。と思ったが、そこは口に出さずにこらえる。さすが。マリは頭上の四角い板を外して天井裏に首を突き出した。何か見える？何にもない。何にも。トロだったわけだが、とりあえずバスルームには何もないことが分かった。おい、ここ一枚を早くしてくれ。外から敏夫さんが声をかける。僕はマリを下ろすと急いで外へ出た。次はクローゼット。人が隠れていないのはさっき確かめたが、荷物や洋服は調べていない。おお、実写すごい。カーテンを開け放ち3人で中を覗き込んだ。ハンガーにはグレーのコートがかけられているだけだった。その下にスキー用の大きなキャスター付きバッグが置いてある。僕はしゃがんで手を伸ばすと引き寄せた。中には何も入っていなかった。何にも入ってなかったの。それはそれでびっくりで、脇のポケットなどを調べるが紙切れ1枚出てこない。犯人が盗んだのね、マリが言う。多分、でも何を。2億円かな。さっきの銀行強盗の話がまだ頭に残ってるようだ。着替えは。敏夫さんが口を出す。え、着替えだよ。いくらスクーする気がなかったとしても着替えくらい持ってたんだろう。普通ならそうでしょうけど、逃亡犯人なら分かりませんよ。用意する暇もなかったのかもしれない。マリは吊るされたコートのポケットを探っている。財布なんかもないみたいね。取っていったのかしら。身元が分からないようにしたのかもしれないね。次は部屋の中だった。私物がその辺りにないか僕たちは探し回った。敏夫さんはそれを震えながら見守っている。早くしろよ。出たかったら外へ出てもいいんですよ。僕が意地悪く言うと敏夫さんは黙り込んだ。そうだよ、だってさっきまで悲しんでて、ほんの寒さぐらい仕方ない、我慢しようよ。ざっと見渡し、ベッドの下もまた、ベッドの下も見たが何もない。あとは死体のある窓際だけだった。いや、やっぱり死体を調べないといけないのかな。声が震えたのは寒さのせいであって、恐怖のせいではない。そうね、私は遠慮しとく。僕は仕方なく雪の積もっているエリアに足を踏み入れた。スリッパなんかないのと同じで、素足で氷を踏んでいるようなものだった。ヘックス。ヘックシー。ヘックスっていう人いないよね。くしゃみしただけだよ。ツッコミ入ったよね。いいツッコミ。ゆっくりとベッドを回り込んで、そっと死体のあるあたりを覗く。幸いすっかり雪が覆っていて何も見えなかった。ほっとしたのもつかの間、その雪を払いのけなければ調べたことにならないのだと気がついた。くそ。ブルブルと全身を震わせながら僕は雪を払った。ガサリと音がしてザラザラしたものに手が当たる。凍りついた髪の毛だった。わーおー死体に触れないようにしながら雪を丁寧に払い落としていく。さっき見つけた時と同じようにバラバラの死体が姿を現してきた。うわーきついね。結構バラバラは結構きつい。家の底から酸っぱいものがこみ上げる。これをみどりさんが調べに来たとは思えないよ。触った様子がないもの。それもそうね。じゃあ何かしら。離れたところからマリが尋ねる。おい、一旦戻ろうぜ。敏夫さんが叫んだ。僕もその意見には賛成だった。何も見つけられなかったか。バスルームのちょっと選択肢が気になったけどな。
まあでもとりあえず死んでないから、このまま行こうかな。ってなところで、今日は終わりたいと思います。アディオス、アミゴス。ご視聴ありがとうございました。オオカミです。またね。